でも説明した通り、これより我々はマタイ陸中枢に向かう。第三歩兵中隊は艦の護衛のためこの場に残れ。第二歩兵中隊は散開し、アラムの防衛兵器を排除せよ。第一歩兵中隊は我に続き、マカガ研究所の制圧を目指す。いいか、パラメキア諜報機関からの報告によると、このマタイ陸には万神を生きたまま捕らえるアラムの秘術が眠っているという。星を蝕むビオマは万族どもの願いで何度でも蘇る。だが封じてしまえばそれも叶わぬこととなるだろう。その意義の大きさを肝に銘じておけ。これは本国に帰還された皇帝陛下に我ら第六軍団の実力を示すまたとない好機でもある。だが皇帝陛下は敗北をお許しにならぬお方。斧が手で必ずや陛下の頂上を賜るのだ。万神を封じる技術、それが帝国軍の狙いなのね。イニシエの万神バハムートを封じた技術がここに残されているということか。万神を封印できれば確かに最小感は防げるわ。万神問題に対する一つの解放とも言えなくもない。いや、答えはすでに出ているよ、ヤシトラ。バハムートはよみがえり、絶望が世を包み、世界は崩壊しかけたんだ。第七霊祭を忘れたわけではないだろう。封じられた万神は負の感情を膨らませ続け、やがて大いなる災いを引き起こすということね。目下の問題は教皇の方だ。今の状況で帝国と戦ったとして、それを最も喜ぶのは奴らだからな。そうだな、先を急ごう。まずは教皇を止める。帝国はその次だ。
前たち、適当に相手をして時間を稼いでおけ。例の秘術さえ手に入れれば、こんなところに用はないのだから。おしゃべりもここまでのようよ。早く行って、行って教皇を止めなさい。